ごきげんよう。ごきげんでいよう。青色万華鏡チャンネルのクルーです。本日はこの製本した卒論をただただ読んでまいります。というのももう完全に私による私のための動画となっております。ご了承くださいませ。大学生の時に書いたこのヤタガラス論をずっと保管という名の放置をしてきまして、でもせっかく時間をかけて愛を込めて作った作品であればもう一度読み返したいなっていうのはずっと思っていて、でせっかく今もこうやって動画でヤタちゃんというヤタガラスのモチーフ、ヤタガラスのキャラクターをわざわざ作ったりするほどヤタガラスに夢中になるきっかけになった卒論を読み返さずにはいられないということで、いつかいつかいつか時間ができたらとこう後回しにしていたんですけれども、やっと時間を作ることができて、でせっかくであればただ読むだけじゃなくて自分でもこうやって記録に残せばまた聞き返すことが容易にできるぞと思いまして、こんな動画を作っております。ではこのヤタガラス論、ただただ朗読していくだけになりますので、興味がある方だけ最後までご覧ください。ヤタガラス論目次。はじめに、第1章、神話に導くカラスの生態系。第2章、世界神話から見るカラス。第3章、ヤタガラス。第4章、玉依姫。終わりに、っていう風に続いていきます。一応チャプターも作ろうかなと思うので、気になる部分だけでも見ていただけたら大学時代の私がとっても喜ぶかもしれません。でははじめに、カラスに一重は似合わないをはじめとするヤタガラスシリーズ全6巻を読んだ。登場するヤタガラスたちはとても凛々しく気高く偉大な存在に見えた。現代の家庭ゴミを漁るカラスとはかけ離れたイメージに驚愕し、ヤタガラスというものに興味を抱いた。阿部知里の描くヤタガラスシリーズを通して、このヤタガラスの世界は阿部知里の空想上のものなのか、それとも実際に語り継がれている伝承をモチーフにしているのか、そしてそもそもヤタガラスとは一体どんな存在なのかと知りたくなった。調べてみると、ヤタガラスは日本の危機神話に登場していた。それだけではなく、世界の神話にカラスの登場するものがあった。今でこそ家庭ゴミを漁るイメージやその漆黒の姿から、不吉なイメージを抱く人は少なくないが、一体カラスとは本来どんな生物として地球上に存在しているのか、また現在生きているカラスは日本足だが、小説内や日本神話で描かれることのあるヤタガラスは三本足である。三本足は一体何を意味するのかについて迫りたい。第一章、神話に導くカラスの生態系。 You are such a bird brain。 バードブレインとは、哺乳類に比べ脳の発達が良くないと思われる鳥たちの脳を引き合いに、少し資料の足りない人の例えで使われる語である。しかし実際に哺乳類で学習や知能行動を司る大脳皮質に相当する部分が鳥の脳には存在しないことが科学的に証明されている。しかし2024年以降、その事実自体は間違っていないのだが、鳥の脳の線状体と呼ばれる部分が哺乳類のそれと同じ役割を担っていることが新たに分かったのだ。とはいえ鳥の知能が良いということではないようだ。だがその中でひときわ賢い鳥が存在するのもまた事実である。それはカラスである。カラスは脳の重さが体の 1.4% を占める。これは鳥の10倍ほどである。また人間は 1.8%、 馬は 1% である。この数値を見ると、実際にカラスの体を脳が占める割合の大きさから、
カラスの脳がカラスにとってどれだけ大きな役割を担っているのかがわかる。そんなカラスの生態系をもう少し探っていきたい。以下、カラスの生態を見ていく。なお、カラスの生態はカラス学のすすめの第4章、カラスの知恵を転拠としている。カラスは空間記憶などを視覚情報を手がかりに記憶する。著者である杉田翔英氏の研究室で行われた実験に基づき、カラスは記憶を少なくとも1年間保てるという結果が出たそうだ。また、カラスは人の顔を覚えることも、人間の男女の識別も可能であるという。人を識別することができるのならば、当然カラス同士はお互いの顔を認識し合っているということになる。これももちろん研究者が実証している。我々は人間なので、人を外見で識別し、名前を覚えて個体を認識し合うのは当然のことと思っているが、いざ他の生物も同じことをしているのかという視点で考えてみると、同じ種同士でそのように識別し、認識し合っているかは定かではない。その点、お互いの個々を認識し合っているカラスは優れていると言えよう。ここでいう識別は男女や個々人の区別をすること。認識とはその個体が特定の何者かを認識することを示している。さらにカラスの優れた点はまだある。カラスは仲間同士で情報共有をすることが可能なのだ。情報共有の際に言語を使うわけではないが、それもまた言語を使わずに理解し合うだけの創造的思考能力があると言えるのではないかとさえ思う。このようなことからもカラスの頭の良さがうかがい知れる。またカラスは3つの情報源から情報を扱う能力があるという。1つは直接体験。これは自分の周りで起きている出来事を見ることで学ぶということ。例えば仲間のカラスが人間に襲われていたら、あの人間はカラスを襲うやつだという情報をインプットするなどというように。2つ目は親から子への縦の情報伝達によるもの。これは親が子供を育てる中で子供にとって危険なことを回避する術を押し付けとともに教えていくといったものである。3つ目は他のカラスとの横の情報伝達によるもの。これは例えば危険なやつが来た時や危ない目に遭った時と同じような状況下に置かれた時にそれを仲間に伝える行為によるもので、言語で伝えるというよりは威嚇する姿を見て察知したり学んだりするようだ。これらはつまり積極的な学習能力が備わっているということの証である。そしてさらに驚くべきは、カラスには数の概念が存在するというのだ。この著者がカラスの数の概念に関する実験をした方法とは、2種類の容器を用意し、蓋に違う数の模様を書いておく。そして毎回模様の数の少ない方の容器に餌を入れておくというものだ。何度か繰り返され、餌のありかを探ることのできたカラスは見事数の少ない方の容器を選択することを覚えた。カラスが数の概念を持っていることの証である。これで終わりではない。カラスには自制心まで働くというのだ。2017年のサイエンスにカラスにも自制心のあることが分かったという論文が掲載されたという。実験では目の前にある餌を我慢すればその後により大きい餌が獲得できるということを知り、目先の利益にとらわれず待つことができるか否かで自制心を測ったのだ。見事カラスは大きい利益を獲得したという。カラスのずる賢さは自制心のなせる技なのだと思わずにはいられなかった。次にカラスの五感を見ていく。ここからはカラス学のすすめの第5章、カラスの五感を転拠としている。まず視覚についてであるが、カラスは鳥類であるので遠近両用のレンズを持っている。鳥の目の優れている点を人間の目と比較してみると、人の目は遠近の調節をレンズの厚みのみで行っている。またそのレンズは自分の意思で動かすことはできないものである。それに対しカラス含め鳥類はレンズの厚みだけではなく、角膜の湾曲を使って遠近調節を行っている。さらにそのどちらも自らの意思で動かすことができるのだという。遠くの獲物や障害物を見つけることも、近くで吟味することも可能なのである。さらにカラスは色覚もまた人より優れている。
色覚とは光の波長の違いを識別する感覚のことである。人は色を見分けるときに赤、緑、青の3原色で見分けているため、 3×2×1 の数だけ色の組み合わせを見分けることができる。それに対してカラスは赤、緑、青、紫外線の4原色で見分けている。そのため見分けられる色の組み合わせも 4×3×2×1 と人よりも圧倒的に数が増しているので、より色彩豊かに見えているということがわかる。つまり人より圧倒的に見えているカラスに対して、ゴミ収集場所に青や木のネットをかけたところで中身はお見通しなのである。またカラスは網膜から脳へ視覚情報を伝える際に活躍する神経節細胞というものが350万個もあるという。人は100万個程度なので3倍以上も優れていることになる。これら視覚の点で考えると、戦術したカラスが人間の顔を見分けられるというのも、頭の良さだけでなく目の良さが補助している部分も大いにあると言えよう。だが長所と短所は表裏一体とはよく言ったもので、カラスの強みである視覚情報にカラスの短所が隠れている。カラスは色彩を敏感に見分けることはできるのに、ことモノクロになると突然その力を発揮できなくなるのだという。さまざまな色が見える分、濃淡の変化にも強そうではあるが、黒の濃淡には弱い。自分たちが黒いだけにどこか切なさを感じる。しかし紫外線が目に見えない我々には、カラスがモノクロの区別に弱いという結果は分かっていても、なぜ弱いのかは分からない。分からない以上は紫外線が関係している可能性は非常に高いと私は考える。次は聴覚についてだが、カラスは他の鳥に比べ鼓膜が薄くて大きいため、小さい音に敏感である。ゴミ収集場を漁ろうとするカラスに対し、突然大きな声や音を出して驚かすという方法が有効であることの証明にはなるが、カラスを驚かせてしまい、カラスに危険人物認定されて攻撃される未来がないとも言い難いので、おすすめしない対処法であると言える。話を元に戻して、カラスの可聴域は広いのである。またカラスにはいろいろな音を聞き分ける聴力も備わっている。例えばカラス同士で40から70種以上の鳴き方が存在しているという、まさにカラス同士でのボーカルコミュニケーションを行っている証拠といえる。また人間や動物の声真似をするカラスも存在するのだという。さらにはいくつかの曲を聴かせると曲と楽器の違いは分かっているのだそうだ。カラスが阿部千里の小説内のヤタガラスの長のように日本語が話せたら、計り知れない聴力の凄さをもっと正確に分かることができただろうにと思ってしまう。触覚についてはくちばしにたくさん神経があることぐらいで、基本的には触れるということがカラスにとって大切なことではないのだということがわかる。カラスには味蕾と呼ばれる味の受容器が舌だけではなく口外にも広く存在する。人は9000個の味蕾を持つのに対して、カラスは580個と圧倒的に少ないのだが、アヒルは150個とさらに少なく、マガモも375個程度であることを鑑みると、カラスは鳥類の中ではかなり味がわかる位置にいるということがわかる。味がわかるといっても、旨味によっては感度が違うようで、苦味と酸味は苦手で、辛味は少し苦手。塩味は個人差があり、甘みはあまり感じないという結果が出ている。カラスは匂いの情報を受け取る中枢である嗅球が痕跡程度にしか存在しない。また嗅神経の太さが鳩や鶏に比べ3分の1しかないことから、カラスは鳥の中でも嗅覚が鈍いと言える。ここまでカラスは基本的に優れているという見解が多い中、カラスは嗅覚に関してかなり働きが弱いということが分かった。これまで様々なカラスの生態系を明らかにしてきたが、他の動物に比べ格段に優れていると感じたのは、カラスには社会脳が存在すると考えられていることである。社会脳を持つだろうと言われるゆえんは、知能もさることながら、それを利用して群れの中での順位付けや親和関係をも理解できているという点からだ。自分のグループを持ち、その中での位置づけを把握するだけにとどまらず、
他のグループの中のそれぞれの位置づけも把握して、そこに逆転が起こった場合も把握できる観察能力まで持ち合わせているというのだ。まさに羽の生えた霊長類である。これまでは人間や猿のような霊長類にしか見出されてこなかった社会脳がカラスにもあるとなると、カラスの凄さが俄然伝わりやすくなる。そしてこの人間と猿とカラスがまさに玉依姫でも主な登場人物たちなのである。この先はまた第4章で書くことにする。まとめると、カラスの賢さは人間や己の種の識別ができるという能力だけにとどまらず、自らつかみ得た情報を自分たちの生活の仕方を向上させるために頭を使って考えることができることである。ここまではひたすらにカラスの生態を見てきた。それはなぜか、放術するカラスの登場する神話にこのカラスの生態が影響を及ぼしていて、そのことをより理解しやすくするためである。それでは神話の世界を覗いていく。